絶好調に、よっしゃ、11時ちょい、なんとかこう昨日も投稿できたので今日もチャレンジしてみようかと思うけどね、最近ちょっとちゃんと6時間寝らんといけんなとかも思ったりなったりして、ちゃちゃっといきましょうね。あ、でも今日はねすごい感動した、僕笑いヨガを感動したことがあったんですね。笑いヨガをね、やってるじゃないですか。デイサービスとか行ってやるんですね。デイサービスすごいんですよ。公民館とかはね、まだ反応がいいんですね。みんなやってくれるんですよね。はあってノリで笑うし、でもね、デイサービスはね、もうね、なんちゅう、こう、笑いましょうね、はあ、こう、顔が反応がなかったりとかね、こう、っていうか、こう、ほう、ね、ほうほう、はははっていうの、うみたいなね、とかね、もう、すごいのはもう、寝たきりの人とかもいるし、ね、半分麻痺の人とかもいるし、歩けない車椅子の人もいっぱいいるし、徘徊して回る人もいるし、ほわーとか吠える人もいるしね、すごい現場で笑いヨガやるんですよ。で、ちょっとね、なんか、ちょっと黒いね、ぬいぐるみでね、顔もなんか耳だけあってね、なんか顔もないんやけど、服着せてね、それにこうやってるね、おばあちゃんがいるんですね。で全然もう寝てるんですよ、反応ないんですよ。で今そこ1年ぐらい行ってるんですけど、そのおばあちゃんがね、なんか 2,3 週間前ぐらいからちょっと僕はいつもありがとうねって言って帰るんですね。ありがとうねって言うとちょっとねこう目開けてねこっち行ってねってかなんか言ってたんですね。で今日ね見てたらね、ほうほうはははってこうぬいぐるみ抱いたままね、ほうほうはははってやってたんですよ。もうびっくりで感動して、もうなんちゃう、その終わった後もね、ありがとうございますって言った時はね、ってなってましたけどね。いやー、ほんとね、やっぱり人ってこうなんかこう、やっぱ意識がちゃんとあるんですね、意思がね。で、昨日は昨日でね、違うデイサービス行った時に、なんか舌か喉かなんかをこう、割る、もう喋れないんで、あーっていうおじいちゃんがおるんですね。で僕が言ったらあーって言ってるんですね。だからいつも何々さん今日も来ましたよとかね、今日もねいつも言うんです。デイサービス行ったら笑えなくてもいいですからね、僕を見ててくださいって言うんですね。僕が笑ってる姿見てるだけでも脳は笑ったって勘違いするんでね、僕の声聞いてるだけでもいいんですよっつって見ててくださいって言って、でそのおじいちゃんのとこ行ったら、今日もねありがとうございましたねっつってね、今日もそこから見てくれてましたねとか言ってね、話しかけたらね、あーってね笑顔で笑ってたんです。笑顔でね、あーって笑顔でね、あーっていう、初めてその顔見てね、うわーって感動してね、もうね、また来週も来ますからね、あーって笑顔でね、吠えてましたね。もうなんかすごいね、すごい感動をいただけますね、ほんとね。ありがたいことです。ちゅうことで、新たな成功法則。ちゅう、ね、今まではね、言霊をいっぱい入れて、やっぱなんだかんだ言いながら、こうちょっと努力してね、乗り越えて苦労して乗り越えてたんですけど、だん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 なんかこう意識だん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 ちょっとね変わってくるんですね。そんなにむちゃくちゃむやみやたらにねこう必死にじゃなくて、もうやるだけのことはやったらちょっとね、神様に任せてみたいなね、いきます。37話新たな成功法則ちゅう。光も何も見えなかった。無明の世界で漂うように生きようかと思った。それは許されなかった。帰ってきなさいとお知らせがやってきた。上からね。だが向こうの世界には帰りたくなかった。まだ向こうの世界がどうなのかわからなかった。わからないところに行くのは恐怖と不安でしかない。向こうの世界に帰るとき今世での人生が反映されると知った。誰かに教えられたわけでもなく、どこかで洗脳されたわけでもなく、自分の魂が感じた。うん、まあ、でも小林正観さんとかね、ひとりさんがあの世のことを言ってたんでね、で他にいろんな人、まだいろんな人たちのその前世のあの世の話とかで腑に落ちたんですね。もうこうで思ったら、ああじゃあ今世一生懸命生きとかないとなってね、面白きことなきを
なきよう面白く、次から次と出てくる現象に色付けしていく人生。今世終わるときに胸を張って向こうの世界に報告できるように、あらゆる出来事を改善していく。男はある種の成功法則を感じていたが、周りの人々は誰もそんなことは言わない。むしろ真逆なことばかりを見る毎日。真逆なことばかりを見る毎日。やはり真逆なことばかり見ていると、そちらが正しいように思えてくる。これが洗脳なのかもしれない。人はあらゆる情報と刷り込みで日々洗脳の環境で漂っているのかもしれないね。本当テレビなんか見てたらね、健康診断と、ね、予防接種と薬と、そんなんばっかり見よったらね、で健康診断に行ってね、生活習慣病予備軍みたいな感じで薬出されてね、衣類削減って言いながらね、衣類が上がるようなことばっかりしてるんですよね。もうあれも完璧に洗脳されてますよね、不安症っていうね、その年の夏、また新たな試験がやってきた。契約チームの指導者陣が総入れ替えされると報告を受けた。スポーツ校ではよくあることである。勝てないと指導者が変わる。男は指導者から呼ばれて、今月でトレーニングの契約を終わることを告げられた。指導者陣が総入れ替えされるのに男だけ残るわけもなく、男は収入源の大幅ダウンに困惑を隠せなかったが、言葉だけは前向きに答えた。トレーニングコーチとしての技量はこの学校、このチームに育ててもらったと思っています。残りの1ヶ月間、恩返しのつもりで全力でサポートします。指導者もこんなことになって申し訳ないと男に頭を下げた。このチームも本当によく頑張り、最後の大会はベスト4と過去最高の成績で終えた。指導者陣が総入れ替えされるような情報が流れ、メンバーを落ちした選手たちが出場停止になるかもしれないような事件を犯し、一番協力していてくれたキャプテンは最後にレギュラーを取られ、それでもキャプテンは全てを受け入れ、最後まで笑顔でチームを引っ張った。そんな状態でもベスト4は奇跡だった。いやもうね、ほんとこれね、メンバー落ちしたやつらがねすごいことを起こしてです、もう新聞沙汰にもなったし、それで、やっぱもうこういろんな部長たちが禁止になったりとか、もうね、もう制裁はあったんであれやけど、だからもうこの時もしもベスト4まで、それでもベスト4まで行ったんですよ。4番バッターがもういない状態ですね、事件を起こしてね。で、でだから優勝して もう全国には行けないかって分かってたんですよ、もう選手たちみんな。でもでこのキャプテンは最後の最後に、レギュラー取られるんですよ。もうね、もうやっぱもうそれはもう言わんけど、でね、最後はもうそんなになるとね、ポジションもたらい回しにみたいな状態になったりとか、それでもこのキャプテンは最後の最後まで笑顔でね、みんなを引っ張ったんですね。もう本当に感動しましたよ。でこのキャプテンはね、その後専門学校、公務員専門学校にいてね、国土交通省、福岡県庁、ね、地元の市役所、消防団全部受かったんですね。すごい。でこの子は夢があって、歌手になりたいって、歌がうまいんですね。でもね、親に心配かけられないんでね、やっぱ就職ちゃんとして、でも路上ライブをしたいって言ってね、で福岡県庁に決めたんですね、国土交通省行かんでね。である時ね、小倉の方でね、路上ライブをして、小倉にちょうどね行くことができて、行ってた時に、今路上ライブしてますみたいな SNS でね情報が入ってね、で小倉の街探してね、見つけて、わあ久しぶりとか言ってね、で歌うまかったですよ。だけ1曲だけ聞いて、もうちょっと車止めてるから行くからねっつって、で、ね、案内したらね、結構なお金入ってるんですね。で札束とか入っちゃうけ、もう札束入れるしかないけ、札束入れましたよね。でも本当にすごいキャプテンでしたよ。今も頑張ってますね、本当ありがとうね、あの時キャプテン、あなたの笑顔で俺は頑張れたんです、本当あの時。男は試合後、指導者陣に一人ずつ挨拶に回り、心から感謝していると伝えてこのチームを去った。その後、保護者会の会長からトレーニングの契約が切れることを聞いていなかったと連絡があり、新しい指導者に契約の継続を頼んでみるとありがたい言葉をいただいた。保護者会の会長に今までのご理解ある対応に感謝の言葉を告げたが、期待は薄かった。男はその次の月、
シリエル学校チーム選手に営業をかけた。今までならこの後も何かしないといけないと思い、実績のある人や、まあ、偉い人に会いに行ったり飛び込みで営業に行ったりしていたが、今回はやることはやった、あとは神様に任せようと思い、男は気持ちを楽しくする努力を始めた。ここで真面目な人は真面目なことで楽しくしようとする。男は素直に何をしたらいい、したら楽しいかを考えた。一日暇な時間ができた分、自分の格闘技のトレーニングをしてみた、ね、もう何十年もやってきたことは楽しいというより、義務的になっていて、終わった時気持ちが良いが新鮮ではなかった。もうあるし、もうね、ぶっちゃけやっぱその手術いっぱいしてるんでね、そんな無理できないんですよ、ここから、ね。義務的なトレーニングが終わり、鏡を見た時、毎日日に焼けた体は肩から腕にかけて日焼けのムラができていた。男はひらめいた。夏といえば泳ぐしかない、体も鍛えて日にも焼けて気持ちが良い。これはもう泳ぐしかない。そこからは海パンを買いに行ったり、泳ぐところを探したり、毎日がワクワク楽しかった。それから月の半ばも過ぎ、契約の話も進展もなく、不安にならないといえば嘘になるが、興味のあった DVD を見たり、毎日を楽しむ、努力を存分にした。そんなある日、プールでの日焼けも順調にこんがりと焼けた頃、一本の電話が鳴った。契約が終わったチームの前監督からの電話だった。電話に出るとお互い半年ぶりの挨拶をして本題に入った。前監督からまだ他の学校と契約されていないかと聞かれ、男は何校か打診は出していますが返事はまだないとことを伝えた。前監督、それは良かった、私たちも辞めるつもりでいましたが、今の監督に説得され部長とコーチ員として残れるようになりました。もしよかったらまた一緒にやりませんか。男は予想もしなかった出来事に驚き、ちょっと間を置いて答えた。喜んで一緒にやらせていただきます。まだやり残したことがあるんで心から感謝いたします。後から聞いた話だが、保護者会からもトレーニングの継続を今の監督に頼んでいたらしく、本当に心から感謝した。驚くことはこの後も続いた。パーソナルトレーニングの契約を頼んでいた選手たちから契約したいとの連絡が来た。蓋を開けてみれば、月末には契約チームは元に戻り、新規にパーソナルトレーニングも増えて、収入は以前より増えた。この出来事で男はある確信を得た。この世の成功法則には様々なパターンがある。物事に執着し、もがきにもがいて、苦労を重ねて成功するパターン。物事に対してやるだけやったら、あとは神様に任せて毎日を楽しむパターン。後者を実行するにはかなりの勇気が必要である。実際半年前までは男は前者であった。後者のことを本で書かれている偉人は見ても、本では見てもね、身の回りでそれを実践している人は見たことがない。だが男は知ってしまった。もう一つの成功法則を。でもね、そのうちの一番上のお兄ちゃんは会社の重役まで行ってね、最後にちょっとこう、病んでしまってあれ辞めたんですけど。その兄ちゃんはやっぱこうなんか問題が起きたらそれをこうやっぱこうきちっとこう解決していった方がストレスが抜けるらしいんですよ。だから俺がこうやってること見て、お前あれはしちょんかこれはしちょんかって、こんなん大丈夫なんかお前なんとかって、まあでも今それしてもみたいな、俺はね、でも そういうのをきちっとやった方が気持ちがいい人はいるんですよね。でも俺はそれをね、いや言われたからやったりするじゃないですか。やってもなんかこれ後でよかったやんとかいうことがもうほぼ 100% なんですよ。今せんでもよかったやんとか、でもその人は今したら気持ちいいんですよね。でも俺今したらなあっちのこうなもうこれやらんでよかったやん今って、もうそんなことばっかりなんですよ。だからやっぱその人それぞれですね。やっぱね、気持ちが良くなるっていうのは本当にもがいてもがいて一生懸命やってもいい人もいるし、実際でもそっちの方がやっぱやった感があるもあるんですよね。よし今回も俺はこれで乗り越えたっていうやった感があるんやけど、もうやっぱね、だんだんね、もうこう起こる現象がね早すぎてね、もうポッポ終わらせんといけんけ、なんかねもがいてもがきよったらね、もういつまでたってもね、ことが進まないんですね。だが男は知ってしまった。もう一つの成功法則を。
そう、どうにもならないことはどうにもならないんです。だからもうなるべくヘラヘラ笑ってた方が、なんかいつの間にかね、終わってたりするんですよね。きっと10年近くに及ぶ言霊を脳の潜在意識に入れるという作業で思考が新しいことに反応してしまうのだろう。もう一つの悟りを得ると、その悟りを実践していくという人生が始まる。かっこいいね、やっぱね、最後かっこいいこと書いてるね。また大きな試練をクリアできた。新たな成功則で次なる試練に備える男であった。自熟、よっしゃ、よし、今の、おお、十分、いいね、いいね。そうね、ね、前まではこうとにかくもがいて一生懸命ね、言霊入れて、やってたんですね、乗り越えてたんですね。でだんだんやっぱ言霊をどんどんいいの入れていくからひらめくんですね。まあそうじゃない、でも違うことやってみようかみたいなね。だから本当2年前の夏はね、どうにもならないけど、ね、一緒にやりませんかつって前のジムのね、会長、代表の人が言ってくれたりね、融資が通ったり奇跡みたいなことが起きた。あの時はひたすら言霊を入れてたんですね。もうどうにもなんないからね、でこの間の車の時はね、やっぱどうもなんないから、でも言霊も入れるけど、ちょっともう楽しいことしようと、もういつもそればっかり考えてね、そのことばっかりで動いてたら楽しくないんでね、楽しくしようと思ってたら、やっぱりもうやっぱなんとかなるんですよね。なんとかなるっていうよりもすごいいいことになるんですよね。でも今回はもう最初からもう悪はがきませんで、最初から楽しもうってね、まあやることはやってね、言えるとこは言ってたらね、やっぱこうやって、まあ前よりも良くなったんですね。でそうやっていくと、で今現時点、これからもう今もう 7,8 年経った今っていうのは、もうとにかく速度が速いでね、今現時点はヘラヘラしとくしかないですねもう本当にね、もう次から次ともういろんなことが起きるけ、いいんやないっつってもヘラヘラして、いいんやないっつってもことを片付かないじゃないですか。ちょっともね、大丈夫大丈夫って、ちゃんとこと片付くからって、って言ってたらね、俺と関係ないところでちゃんと片付いてたりとかね本当にね、なんとかなってるんですよ、ちょっと今このくらいでしか言えないけど、今も起こってる問題っていうのが今進行中なんでね、でも本当に年々、本当これ面白いことで、だいたい俺8月と2月ぐらいになんかそういうことが起きるんですね。なんか本当に人間でね、花粉症が出る時期も大体出るじゃないですか。で自然界っていうのは大体決まってるでしょ、あれが。だから人間の体もね、なんかハプニングとかそういうのも、起こる周期はなんかなんとなく決まってるみたいな感じでね。でそのためにこうヘラヘラしとく覚悟だけしとけば、なんか勝手にいいように変換していくんですよ最近そんな努力も、いや、ヘラヘラする努力だけしとかないといけないんですね。だから本当なんか最近はちょっと面白いですよ。これがヘラヘラしてたらどんな感じにいいことになっていくんかなってね。で予想通り、今年も起きたけど、まあそうやって覚悟してるからもう相当楽なんですね。もう本当これはちょっと言葉でちょっと伝わりにくいんですけど、で笑いヨガっていう武器がありますからね、年がら年中いろんなとこ行ったよね、ハッ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 って笑ってるんでね、最高ですね今ね、これがもっとどんどんでもやっぱやってくることはレベルが高いことがね、どんどんやってきてるんでね、今現時点の話にね行き着く時までにまた自分がどんだけ成長してるかが楽しみですね。ということで今日は新たな成功法則2、あ、明日はいいですよ、娘との初孫ができる話なんでね、ぜひぜひ皆さん期待しといてくださいね。ということで、大丈夫って言うか言おう、大丈夫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 、よし、なんとかなるって10回よ、なんとかなる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 なんとか、やっぱ言い出したら言いたくなるね、ついてるって10回よ、ついてる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 、
よっしゃ、今日も笑顔で終われる、ついてる笑顔で、にちゃにゃー。